モタウン何なのってうと、デトロイト発のレコードレーベル、レコード会社っていうやつですね。はい、デトロイトっていうのは、まあ、当時その自動車産業で大きく発展した都市なのでモータータウンから取ってモータウンっていう名前になりましたと。これは何がすごいかっていうと、えー、ソウルとか R&B っていうね、文がありますけれどもそれをポップに大衆向けにそして世界に浸透させたということでもうあまりにも 貢献度合いがすごすぎて、もうオバマ大統領に表彰されるくらいのレコード会社です。はい。<laughs> まあ、モータウンっていう名前は知らなくても、アーティストは知ってるでしょうと。右上のベリー・ゴーディさんっていう人が作った人です、モータウンを。で、ここに書いてあるのが、えー、所属しているアーティストだったり、ここからレコード作ったアーティストですね。マーヴィン・ゲイ、テンプテーションズ、シプリームス。 ダイアナ・ロススモーキン・ロビンソン、スティービー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、ジャクソン・ファイブ、エットセトラ、エットセトラですね、ライオネル・リッチ、ブルノ・マーズ、近代のモーターンだと、ボーイズ・スメなんか、有名かなと思いますと。で、ただ単にその音楽的に、えー、商業的に成功したからすごいよねっていう話もあるんですけど、えー、それ以上のま事柄としては、もっとね、社会的な問題っていうか、世界的な 問題、まあ、具体的には黒人の差別ですね。人種差別。キング牧師ってあの知らない方います。<laughs> キング牧師っていうのは I Have a Dream っていう、えー、黒人の民権運動の代表者なんですけども彼も、えー、そのモータウンの作っている音楽が黒人白人かかわらず、まあ、人をね、えー、楽しませている踊らせている、えー、っていうことですごく えー、興味を抱いてモータウンレコードからなんとレコードを出します。I have a dream っていうスピーチが有名だと思うんですけどもそれを出版リリースしますモータウンからね。ここで描かれています。キング牧師からモータウンにアポイントを取ってきてキング牧師がやってる活動をモータウンが支援したという形でございますと。で、えー、人種差別問題っていうのもあるし、えー、ベトナム戦争ですねマービン・ゲイの「What's Going On」っていう曲およびアルバムが ありましてそ,れその内容っていうのは反戦の内容なんですね。で、現代でまあ最も重要とされるそのアルバムに選ばれたのがこのマーヴィン・ゲイの「What's Going」です。なので、聞いたことない方はね、えー、必ず聞くといいと思います。あとはもう国を超えてます。えー、アメリカで当然こう、知れ渡るというか、人気になるっていうの、プラス国を超えてイギリスのチャートでもこのモータウンの楽曲がラ,ランクイン。 して、イギリスにもね、えー、行ったり、もうビートルズもモータウン大好きと言ってますし、モータウンの楽曲をカバーしたりしてますので、もう世界的に広まるっていう感じです。はい。音楽的に、まあ、えておくべきことは、まあ、モータウンサウンドっていう言葉があります。サウンズ、サウンド。はい。モータウンサウンドってどんなサウンドって聞かれたら、僕だったら、こういう風に答えるかなっていう感じ、えー。まずメロディーがめちゃくちゃシンプルで、かつポップ、覚えやすい。 えー、耳に馴染みやすいポップなメロディーですと。で、そのハーモニーだったり、コード進行だったり、えー、コールレスポンスみたいな要素として、まあ、黒人がもともとやっていたブルースだったり、ゴスペルの要素がある。それから、ピアノだったり、ギターで弾かれるリフがめちゃくちゃキャッチーで、これもまた耳馴染みがいいっていうか、一回聴いたら忘れないようなね、えー、キャッチーなリフがありますと。で、ベースね。ベースが特にその、 有名というかベーシストの方、モータウン大好きっていう方は非常に多いと思うんだけども、とにかくベースラインがこのモータウンから一気に飛躍したというか、そもそもベースって土台的な役割をする楽器だったわけなんですけども、このモータウンで、えー、弾かれたベースラインっていうのは、そういう土台的な役割をしつつも、すごくね、動き回る。まあ、今の音楽のベースみたいな感じ。今のの音楽のベースラインって 単にこの <laughs> ルートとかね、サウンドとかをずっとキープしてるだけではなくて、すごくフレージーじゃないですか。<laughs> 言ってしまえばテクニカルな要素もあるし、そのメロディーに対してこう対戦率的に、えー、違うメロディーを弾くかのごとく動くようなベースラインっていうのは今当たり前のようにあるわけなんだけれども、それをまあやり始めたのがおそらくこのモータウンでありますっていう感じです。はい。で最後、太鼓的な話で言うと、 とにかくドラムとパーカッションはスイングしているというところですで。特にそのパーカッショニスト的に美味しい話というか、えーまあ、モータウン、まあ、絶対知っておくべきだよねっていうのは、パーカッションが極めて重要な位置にあるっていうことですね。はい。ポール・マッカートニーが、モータウンのサウンドを聞いたら、もう一発でわかると。もうタンバリンの音量が違うと。 今の楽曲のタンバリンっていうのは、ブンブンパンブンブンパン、チキチキタキチキチキチキ、これぐらいなんだけど、モータウンは、フキフキフクチキ、フキフキフクチキみたいな存在感が違うと。しかもそのグルーブの一端をね、担っているっていう感じです。まあこれ、あの、聞いたことない人は、後で必ず聞いてみてください。モータウンで検索したらね、もういろんなアーティスト、いろんな楽曲が聞けると思いますけれども、大体タンバリンとコンガが入っているっていう感じになっております。 続いて、ファンクブラザーズについてっていうのをやっていきたいと思います。さっき言ったように、まあ、名だたるアーティスト、名だたる楽曲たちを生み出してきたわけなんだけれども、その演奏してる人たちは、誰が演奏してるのかずっとわかんなかったんですよ。今の感覚で言うと、クレジットみたいなのがあると思うんですけど、えー、作曲誰誰、えー、アレンジ誰誰編曲誰誰、えー、ピアノ誰誰ベース誰誰 ドラム誰,誰みたいなまあそういう情報は一切なかったのでこれって誰が演奏してるのか分かんなかったわけなんですけれども一貫してるサウンドがあったわけ、ね、で僕もずっとそのモーターンサウンドって一つのね流行っていうか、えーまあ、同じ人が演奏してることもあるだろうしスタジオミュージシャン的にねその 一個のスタイルとしていろんな人がこう受け継いでいったような形なのかなって思ってたんですけども、実はずっと同じ人たちがやってたっていうのが分かったんですよ。これやってた人たちがファンクブラザーズっていう、これ相性ですね、まあ君たちはファンキーな兄弟だっていうふうに、ファンクブラザーズだっていうふうに相性で呼ばれてた人たちがいますと。名前を知っている方いますか <laughs> これは言わずもがなですけど、 t b ワンダーね。で、これ後ろにいるのがファンクブラザーズっていう。さっきのモータウンレコード、デトロイト発で、デトロイトに本社があって、スタジオがあるわけなんですけれども、それが、えー、59年から72年までの間でしたと。72年以降は、えー、ロサンゼルスに移ってます。で、72年以降はこの方たちはお役御免になってしまった。 ので59年から72年までの間に、えー、リリースされたレコードっていうのは大体この人たちがやってるっていう感じで本当はもっとたくさんメンバーがいるんですけど主に関わった13人っていうのが、えー、NARAS っていう、えー、グラミー賞とかを決めている団体に、まあ、認められた功績を認められた称えられたということになっております。はい <laughs> あらゆるレコードドのババックバンドをやってただから当然サウンドあの近しいものになるよねっていうか方向性似た感じに当然なるよと当然同じ人たちがやってるんだからとで極めてその重要な情報としてはこの人たちは全員ジャズ面だったっていう話なんですねジョー・ハンターっていう人がバンマスかなバンマスが、まあ、主に集めたっていう感じなんだけどもその時代の,そのデトロイトっていうのは 成長期でいろんな人がね、本当に集まる街だったので、すごい才能がある人たちがたくさん集まっていたと。で、そこで、えー、ジャズのクラブで演奏してた人たちとか、まあ、ジャズのね、演奏、あ仕事をしている、えー、仲間内でこういうレコーディングがあるんだけどって集まったメンバーが主にこの人たちっていう感じ。えー、モータウンのビルの中にスタジオがあって、いつもそこに集められて、 なんかよくわかんないけど、この曲をレコーディングするぞって言われて、レコーディングをして、で気がついたら、ヒットチャートから流れてきたっていうね。この人たちは何の楽曲を演奏してるのか知らなかったっていう話なんですね。あ、これ、自分たちがやった、レコーディングした曲じゃんっつって。で、さっきも言った通り、もう、<laughs> 世界を変えるぐらい有名になるわけなんだけれども、この人たちのことは、まあ、知られなかったと。はなんか今の話、ちょっともっと聞きてはわ、詳しく知りてはわっていう方は、 この辺がおすすめですで。さっき言った通り、この左の永遠のモータウンっていうのがこのバックバンドにスポットを当てた映画で、この真ん中のメイキングオブモータウンっていうのが、えー、プロデューサーとか、これを作ったベリー・ゴーディが、まあ、主役の感じなんですね。で、この永遠のモータウンとメイキングオブモータウンは対になってる感じです。 言ってしまえば、a n のモータウンが現場でやってる人たちで、えー、メイキング・オブ・モー・タウンが上の人たちっていう感じね。それぞれの視点で、えー、このな時代の音楽だったりを見ているっていう感じなんで、両方見ると面白いっていう感じ。はい、でドリームガールズは、まあ、半分フィクションなんですけど、その当時のシュプリームスがどういうふうにこう、サクセスしたのかっていう、えー、光と影みたいな話がある。 さっきも言った通り、エディ・マーフィーのマービン・ゲーを見るだけで面白いので、まあこれはこれでエンタメとして楽しいよっていう感じです。